アンディ・パフコは1940から1950年代に活躍したアメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ボーイスビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ニックネームはハンディ・アンディ・プラシュカ。主に1940年代のカブスで攻守に優れた活躍をした選手。カブスの20世紀のオールセンチュリーチームの一員に選ばれている。 1941年に、ウィスコンシン州のグリーンウェイ球団から、シカゴカブスに入団、メジャーリーグにデビューしたのは2年後の1943年で、この年は13試合に出場し58打数22、アンダーをマークした。翌年から、カブスの中堅士として、レギュラーに定着し、3年目の1945年シーズンには12、本塁打110打点を挙げる活躍をし、 自身初めてのオールスターゲーム出場を果たすとともに、この年の MVP 投票で4位に入った。この年には、ワールドシリーズにも出場しているが、カブスは4勝3敗で敗退している。戦後の1947年から1950年まで、パフコは4年続けて、オールスターゲームに出場したが、1948年のオールスターゲームは、外野手ではなく、 三塁手として選出され、外野手と内野手の両方で、オールスターゲームに選出された数少ない選手の一人になっている。この年、パフコは、当時のカブスの、名三塁手だったスタン・ハックの引退を受け、その穴埋めのために、外野から、コンバートされて三塁を守っていた。同年は、打撃面が好調で、最終的なシーズン打率は、312、また、 自身2度目の100打点以上を記録している。1950年シーズンにはリーグ2位の36本塁打を放ち、長打率でもリーグ2位を記録した。ハンディ・アンディというニックネームは外野でも内野でも守れたパフコに対し監督のチャーリー・グリムが名付けたものである。1951年シーズン途中に4対4の大型トレードでブルックリンド・ドジャースに移籍。 その後1953年にミルウォーキー・ブレーブスに移り、引退までブレーブスに在籍した。1957年には自身4度目となるワールドシリーズ出場を果たし、36歳にしてようやくシリーズ制覇を経験することになった。1959年を最後に現役を引退し、引退後は一時期カロライナリーグなどでマイナーリーグの監督を務めた。 20世紀の終わりにシカゴ・カブスが球団の20世紀オールセンチュリーチームを選出した際、パフコはその一員として選出されている。2008年6月12日、リグレイフィールドで行われたブレーブス対カブスの試合では、シカゴの放送局 WGN が野球のテレビ中継を始めた1948年当時を復刻するイベントが行われた。 このイベントでパフコは久々に監修の前に登場し、セブンスイニングストレッチでテイクメアウトツーザボールゲームを歌い上げている。パフコのプレイとして有名なのは1949年4月30日のカブス対カージナルス戦で起きた出来事であろう。8回まで3から1とカブスがリードしていた9回をもってツーアウトからカージナルスのロッキー・ネルソンの打った打球が レフト方向にふらふらと上がり、センターにいたパフコがこの打球を転倒しながら、地面すれすれで処理した。てっきりアウトで、試合終了かと思われたが、三塁塁審だったアルバーリックは、パフコが打球を補給していないと判定を下した。この時グラウンドには、紙コップが多数投げ込まれていて、ボールと混同しやすい状況だったという。パフコはグラブに収めたボールを高く掲げ、 バーディックに猛烈にアピールしたが、タイムをかけるのを忘れていて、その間に一塁走者と打者のネルソンがベースを一周、してしまった。気がついた、パフコも本塁に送球したが、投げた球はホームに滑り込むネルソンに当たって跳ね返った。この、プレイの記録は、ネルソンの2点本塁打となり、結局試合は4から3で、カージナルスが、逆転勝ちを収めた。ネルソンのこの一打は、 インサイドザ・グラブ・ホームランと呼ばれている。2013年10月8日、ミシガン州の療養所で死去。92歳ボー晩年は、アルツハイマー病を患っていた。ランニングホームランを意味する、インサイドザ・パーク・ホームランの文字に。大リーグメガイヤ主が死去ジャッキー・ロビンソンだと、プレイスポーツ日本2013年10月11日。ありがとうございます。